皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日は2月22日から九州再生医療センターで本格的なリハビリを始め1ヶ月が経ったので体の変化とリハビリの様子をまとめてお伝えしていきたいと思います。もう初めに言っちゃいますが、誰が見てもめちゃくちゃ変わってるのがわかるほどに体の動きが良くなっていますので、ぜひ最後までご覧ください。こちらがリハビリ当初の映像になります。左右のお尻上げを行っているのですが、あまりお尻が上がってないのがわかると思います。めっちゃあれですね。次にこちらが骨盤を起こす前傾にしようとしている映像になります。全然お尻周りが動いてないのがわかると思います。ラーメンを肘をつかずに食べたいという目標でやっているんですけども、こうやって両手を離して前傾になって何かを食べるっていう行為ができないので、こんな感じでバタンと倒れてしまいます。じゃあ目標を達成するためにどんなリハビリを行っていたかというと、今はこちらは引き上げですね。へその下、下腹部のあたりをこうぐいーっと上に引き上げるイメージを行っています。やっぱり下が使えない、使ってないっていうのがあるので、どうやったらこの感覚が今ないところのお腹周り、へそ下を使えるのかっていうのをこう意識してイメージしながら練習していますね。下腹部が使えてないと、こんな風に膝立ちになった時にお尻が後ろに逃げちゃう、へっぴり腰みたいな状態になります。なのでちゃんと使えるようにこんな風に膝立ちをして、台にこのおへその下をこうグイーッと近づけるようなイメージで、練習をしています。この時の私のイメージとしては、おへその下をこう引き上げるっていうのもそうなんですが、お尻とか太ももの裏もこうキュッと締めるというか、前に押し出すようなイメージで行っていました。でこちらも同様にこうグイッとお尻を引き上げるというか、下腹部をこう前にこうグイッと引き上げる練習になりますが、体勢を変えることによって全く感覚が違うくて、膝立ちの時はやりやすかったのに、こういう風に上体を前に倒すとイメージがつかなくなったりっていうのがあるので、いろんな体勢でこうすることによって自分がどこに意識を持ってやるとグイッと引き上げられることができるのか、この上半身じゃなくて腰回り、お尻周りで引き上げることができるのかっていうイメージがとてもつきやすかったなという風に思います。そしてこちらはレッドコードを使ってこんな感じでブランブランさせる腹斜筋を意識しているものになりますね。腹斜筋で引き上げる、上半身で揺らすというよりはこの腰で揺らしてあげるっていうことで、脱ぎはぎの時のこうクイッとお尻を上げる時の動作につながってきます。体の調整も行っていきます。車椅子に座ったままだと使わなくていいところに変な力が入ったり、力が入ったまま抜けなかったり、そして、骨の位置とかの歪みなども発生してくるので、こういうのを、これは一例ではありますが、整えてよりいいベストな体に近づけていってます。そういったリハビリを重ねて、こちらが3月頭に撮った映像ですが、手を横につかなくても少しだけバランスを取りながらお尻をちょっと浮かせることができるようになりました。 OK。そしてこちらが1ヶ月経った時のお尻上げです。こんな感じでグイッと安定してお尻を上げれるようになってます。これが床に手をつかないバージョンですね。
結構上がってると思いませんか？これが比較の動画になります。全然上がり方が違うの分かりますかね？これが手を使わないバージョンの比較ですね。こちらが前傾の比較になります。まず座ってる姿勢もいいですし、こうやってキュッとお尻がついてくるのが分かると思います。これですね、ラーメンを食べに行く時のこの前傾感、伝わりますか？もうバランスが取れてるのがすごく分かると思います。そしてこのまま手を上げれるようになりました。続いては春をつけた時の変化についてお伝えしていきます。こちらはリハビリ当初のつけた時の映像になりますが、スピードもゆっくりで、足を前に出す時に全然重心がいってなくて足だけみたいな感じになっているのが分かると思います。こちらが3月上旬の春の映像になります。歩くスピードも変わったんですが、ちょっとバタバタしてる感じには見えると思うんですけど、腰からこうしっかり足を出せるように、体重移動がしっかりできるようになってきています。こちらが今度3月の中旬頃の映像になるんですが、まずもう人が後ろにいなくて腰を押さえてもらわなくても自分でバランスを取れているのと、もうずっとですね、この時は30分連続で歩けてる時の映像ですね。そして見てください、筋電ビンビンに拾ってます。お尻とか腸腰筋とか張ってるところの、もうもらってますよ、信号もらってますよっていうのがこの波形になりますね。そしてこちら、さっきの映像より歩き方は良くないんじゃないかって思われると思うんですけど、この時なんと春にエラーが出ていて、どういうことかというと、私の信号を取って春も一緒にサポートしてくれてるのではなく、春自体はもう動いてない、電源は入ってるけど動いてないという状態で、もはやもうこれはもう自力で出してる映像になってます。そしてこちらは3月最終の土曜日に撮った映像なんですが、初めて春でノンストップで2時間歩いた時の最後の3分くらいの映像になります。腰が落ちていてあんまり良くないんじゃないかっていう風に見えると思うんですけど、初めの方はですね、バッテリーつけながらやって、そのアシストなしで前回の動画みたいにやっていたんですが、もうバッテリーが切れちゃって、バッテリーも取った時の状態で、もう春の電源さえついてない状態です。本当に数十キロの重りをつけて私がただ単に歩いてるだけという映像になっています。こんな感じで1ヶ月のリハビリをまとめてみました。どうですか？めちゃくちゃ変わったと思いませんか？私自身本当に感じていて、日常の動作がすごく楽になりました。トイレの脱ぎはぎっていうのも楽になったし、あと骨盤が起こせることによって、ちょっと高いもの、ちょっと背伸びしないと取れないようなものであったり、例えばハンガーをかけるということもできなかったことがすごくできるようになったんです。皮膚感覚は戻ってないので、正直これが幹細胞の力なのかどうかっていうのはわからないんですけど、でも毎日毎日体を動かすことで変化するっていうのはあるのかなってやっぱり思います。麻痺をしててもそこの体ってやっぱり生きているんだなっていうのを改めて実感しました。だからこそ動かすこと、動かしてあげることの重要性って本当にあると思います。ただ私だけの力じゃなくて、こんな風に楽しくいつもいろんなリハビリを考えてくれるセラピストさんのおかげもあると思うので、本当にありがたいです。
これからまた1ヶ月頑張りたいと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。